お元気様です。久留米市出総平です。昨日のですね、動画とかでちょっと質問が出ましたので説明していきたいと思います。はい、ということで、今日の内容は、福岡大学の進学説明会っていうのが10月、来月にですね、行われることになっていますね。はい、ということで、まだそのオープンキャンパスとか行ってない人はぜひ行っておきましょうということですね。第一志望であれば絶対行った方がいいと思います。1回ぐらいはね。はい、ということで、なぜですね、偏差値の高い人が福岡大学に合格できなくて、で、その偏差値の低い生徒が福岡大学に合格するのかということで、昨日ちらっと触れたわけですけれども、はい、推薦試験とかを受けている子は、受かりやすいですよねと、推薦試験で落とされたとしても、その後一般試験の方で合格させてくれますよねというふうなお話をしたと思います。で、これは国立大学のお話なので、私立大学のね、今日のお話は、私立大学のお話なので、私立大学を考えてないと、もう国立大学しか受けないみたいな生徒はもう見ないでいいと思います。はい、ただしですね、ちょっと、うちから附設高校とか、明善高校の生徒が、私立大学を受けても落ちてしまっている。なんでなんだろうということですね。はい、そのあたりの話をしておきたいと思います。で、これはですね、推薦試験を受けた方がいいよっていう話をしたんですけれども、今のですね、私立大学に関しては、ちょっと先に話しようか。東京大学に受かった子がね、2年前にうちに来ていた附設高校の生徒で、東京大学に受かったんですよ。で、東京大学に受かったんだけど、滑り止めで受けた慶応義塾大学は落ちてます。はい、なんでなのかっていうと、慶応義塾大学に一つしか出してないからですね。はい。何回も言っときますけれども、うちに入会する際に、久留米実習室に入会手続きに来られる、生徒さん、親御さんが大体いつも一緒なので、親御さんには必ず言ってます。はい。ということで、私立大学は必ず2回受けてくださいねと。一つの大学を2回受けてくださいねっていう話をしております。はい。ということで、1回しか受けてないとですね、西南、明善高校の生徒ですけれども、西南と福大を1個ずつ受けたんですよ、滑り止めで。両方落ちてます。まず落ちるはずないんですよ、明善高校の生徒だったらですね。落ちるはずがない中高だったんですけれども、落ちてます。はい、なんでかっていうと、1回しか受けてないんです。で、これ一体なんでなのかっていうと、今ですね、皆さんもご存知のように、文部科学省の方が定員の1.1倍までしか入学させてはいけませんよと。いうようなことをですね、ルールとして決めております。はい。で、それが1.1倍超えた場合には罰則があります。ね。ということで、大学側としては、もう絶対に入学してくれる子にしか合格通知は出したくない。だから、そういう成績がいい子たちっていうのは、大概入学しませんよね。だから、成績のいい子たちっていうのは、そういうふうに、さっきの明善高校の生徒が、西南、福大に1個ずつ出してですね、それで、来ても、結局、そういう子たちっていうのは、大概、来ないじゃないですか。ということで、この子たちは冷やかしだなーということがすぐバレてしまいます。さっきの東京大学に受かった慶応1個しか出してないっていう子ですね。はい。その子なんかも、慶応1個しか出してないから、この子は冷やかしだなということで、もう合格させないわけですよ。うん。で、その子の妹さんが次の年にね、東大に合格したからっていうことで、去年の生徒かな。去年の生徒で、うちに来ていたんですけれども、その子も東大を受験したんですけどね、滑り止めで早稲田を1個しか出してないわけですよ。なもんだからこれも受かってないんですよね。で、早稲田に受からなかったっていうことで、もう本人はもう動揺しまくって、で、結局東大に落ちてしまって浪人してます。で、後期試験でお茶の水女子大に受かったんだけど、やっぱり蹴ってもう浪人してるんですけどね。はい。ということで、お姉ちゃんの方は、東大受ける前に、慶応の不合格通知が来ても、それでも別になんちゅうことなく、そのまま東大受けて、そのまま受かったんですけどね。はい。で、私立大学を受ける際に、やっぱその私立大学に不合格になってしまうと、2月の25日なんかにですね、2月の25日なんかに、国立大学を受ける前に、私立大学の合格通知、不合格通知が来ちゃいますから、その時にショックを受ける子たちいっぱいいるわけですよ。うん、だからそこ気をつけとってほしいですねということで、はい、大学側としてはもうとにかくですね、文部科学省からの指導により、文部科学省の指導で、定員の1.1倍までしか合格させちゃいけませんよというようなことになっているから、たとえ成績のいい生徒であったとしても、そういうたった1回しか受けないと、推薦試験も受けてないとかいう子はですね、
もう推薦試験も受けてない、もう入試の時には1回しか受けに来ない、もうこれは確実に落とした方がいいよねとね、どうせ国立大学とかに行っちゃう、あるいはレベルの高い私立大学に行ってしまうよねということで、西南副大としてはもうバーンと全部落としてしまうというような感じですね。まあ、今、私立大学、どこもそうです。で、ある明善高校の生徒はうちに来て、で、どこだったかな、日東駒専参勤交流だったか、まあ、明誠立法中カンカン同立だったか、全部一個ずつしか出してないんですよ。全部一個ずつしか出さなくて、全部落ちてます。はい。ということで、絶対にですね、附設高校とか明善高校の生徒で、私の言うこと絶対聞かないんですよ。ね、必ず1つの私立大学に2個出さない、2個以上出さないと合格できないよっていう話をですね、何回やっても絶対守ってくれないんですよね。はい、で、こういう子が、今年西南に合格した明善高校の生徒ですけど、こういう子がいました。で、今年ですね、西南を受けて、合格した子なんですけれども、まあ、私がもう繰り返し繰り返しこういうことを言うもんだからですね、もういやいやながら、その子は2回、2つ西南には出してるんですよ。出してるんだけれども、当日体調があまり良くなかったとか何とかで、1回しか受けてないんですね。でも合格してます。だから2回出すこと、2回以上出すことが絶対ですよと。で、どうしても受けたくないとか言うんだったら、もう受けに行くなというようなことですね。はい。だから1個しか出さないということは、もう出すだけ意味がないです。もうどうせ落ちますから、1個しか出さないということはね。どうせ落とされるので、1個しか出さないというのはもうやめた方がいいよと、そういうのだったらね。必ず2つ出しましょうというようなことですね。2つというか、2つ以上。で、前にもお話しましたけれども、まあ、これここだけのお話ですけどもね、はい、まあ、西南学院大学レベル、要するに日東駒専参勤交流、福岡大学のレベルより上のレベルの大学です。西南学院大学レベルの大学、まあ、全国でいうと、済々明学、独国務とかいうふうなレベルですね。うん、独協大学とか、明治学院大学とかですね。そういったレベルの大学の話なんですけども、絶対受からない中がおったわけですよ。絶対受からない中がおったんですけども、どうしてもその大学に行きたいと。どうしてもその大学に行きたいから20個出してね。20個出願してるんですよ。その大学に。うん。だから一口3万円でしょ。だから60万出してるわけですね。一つだけ受かりました。お情けで。はい。ということで、大学側は何度も言いますが、私立大学側は、複数回受けた生徒に関して合格させますよということですね。で、1個しか出さない子はどんなに成績が良くても落とされますよと、大概落とされてます。ただ、前にもお話した、明善高校で4番になったね、うちで勉強してって、明善高校の文系で4番まで上がった子は、西南1個だけ出して、それで西南受かってます。やっぱそこまでズバ抜けてるとですね、はい、明善高校でトップ3とかトップ4とかトップ5とか、いうぐらいまで行けばね、それは筑後地区でトップ5とかね、トップ10とかに入ってるような子ですから、そういう子はもう別格なので、1個しか出さなくても、まあ合格させてくれますけども、よっぽどそれぐらいの成績じゃないと、うん、まあ明善高校で上位10番内に入るとかぐらいね、そういうふうな80万人の中で上位10番内に入るとかいうぐらいやらないと、まあ1個しか出さなくて合格っていうのはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ということです。さあ、ということでですね。あと一個言い損ねたことなかったかな？うん、なんかさっきからね、アラームとか、何パンチからね。はい。もうぶっ飛んでしまいよりますけどね。よろしいでしょうか。だから国立大学の場合にはあんまりちょっとどうかなとはあるんですけれども、私立大学の場合であれば、推薦試験を受けるっていうことは、もうこれ宣願っていうことですよね。ここしかもう行きませんっていうふうな、もうそういう、意思表明をやってるわけで、もう合格させる以外の意味がないわけですよ、大学側からすれば。そういうふうにですね、もう20個出した子なんかは、全然引っかからないようなレベル、全然引っかからないようなレベルで、まあまあ、福岡大学とか日東駒専参勤交流ぐらいだったら、その程度のレベルの大学だったら、まあまあ、お情けで合格させるってあるかなとは思ったけど、その上ですよ、西南学院大学とか、済々明学、独国務レベルの、それだけのレベルの高い大学なんだけれども、もうそんなね、全然箸にも棒にも引っかからないような子が合格しちゃうので、そういう世界です。ものすごく理不尽極まりないのが大学入試ですから気をつけましょうね、ということでね、推薦試験とか受け取った方が有利ですよと。それからオープンキャンパスとか行って名前を残しておくことも、まあ有利になりますから行った方がいいですよっていう話をですね、していたと思いますので、はい。ということでオープンキャンパス行き損なったと、ね、8月だったかな、福岡大学は。ね、オープンキャンパス行き損なったっていう人はですね、どうしても福岡大学には合格しておきたいという人は、この10月に行われる福岡大学の進学説明会ですね、こういうのを逃さないようにしておいてください。少しでも合格が有利になるようにしておいた方がいいと思います。はい。自分が行くかもしれない大学
ぐらいはね、ちゃんと一回足を運んどった方がいいですよ。それは。うん。だからもうどうでもいいような大学であればね、こういうのには参加しないので、もうこういうのに参加してない子はもう自動的に落とすとかいうようなのはね、大学側もやってると思いますけれども、まあそこら辺は気をつけとった方がいいですよっていうことですね。はい。いい加減に大学受験はしてはいけないというか、大学側としてもね、一個しか出願しないとかいう子はね、もう喧嘩売ってる、来てるようなもんですから、てめえみたいな感じで落としに来ますからね。頭来てからね。落としに来ますから、そこら辺に関しては注意しとった方がいいですよと。すべての大学にこれが当てはまるっていうわけじゃないです。さっきも言ったように、国立大学とかあんまりこういうの聞かないです。うん。でも、私立大学に関してはめちゃめちゃ受かりますから。うん、めちゃめちゃ受かるから、こういうのは利用した方がいいですよ、ということですね。はい。ということで、まあ、附設高校とか、明善高校とか、上のレベルの大学であればあるほど、そんな私立大学に2つも出してたまるかと、俺たちは国立大学1本なんだ、みたいな感じでね、慶応とか早稲田に1個ずつしか出さないとか、ね、西南とか福大に1個ずつしか出さないとか、いうふうにやって、どつぼにはまりますから、気をつけておいてくださいね、ということですね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入った方はチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お題シート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、ちょっとですね、前、過去に遡って動画とか見てくれればね、こんなこと何回も前、去年とか一昨年の動画とかに出してますから、分かってくれると思うんですけれども、全然やっぱ見てくれてないのでね、今、最近の動画だけパッと見て、パッと質問してみたいな感じになっちゃってるんでね。はい。ということで、ちょっと、繰り返しになりますが、こういうお話をさせてもらいました。はい、ということで、以上です。